構女性的な響きってこと？そう。いいじゃん。そうなの。ことをやわして運んでいくっていうのが泡の働き。今現象化して目に見えてるものっていうのはサヌキの愛でできてる。サヌキの愛でできてる。私の供給する電気によって例えば家族が元気でいられるっていう自覚が持てたっていうことがものすごい大事だった。こんにちは、サイナトモコチャンネルへようこそ。今日のゲストもカタカムナの語り部の板垣明子さんに来ていただいています。ありがとうございます。今日はね、いよいよ3回目で私がずっと聞いてみたかった、はい、あの男性性と女性性の話についてなんですけど、カタカムナでは、サヌキアワって言うんですよね、はい、言うんですよ、はいはい、そのカタカムナの中に隠された男性性、女性性のエネルギーがどうなってるのかとか、はい、私たちそれを知ったら何どんないいことがあるのかとか、その辺教えてください。はい、ありがとうございます。最初にカタカムナのお話をし始めたのも、うん、私カウンセリングとかね、セッションとかをずっとさせてもらってたんだけど、彼氏とこうとか旦那とこうなんだけどってご相談がほとんどだったり、まあ、ね、するんです。そうそうそう、彼氏が欲しいとかね、うん、でその時に、あの日本にはもともとカタカムナっていうのがあって、うん、ね、サヌキ男に泡女って言うでしょっていう話をしちゃうようになってて、で関東の方とかはね、おなじみないと思うんだけど、ね、あまり私もあんまり知らなかったのね。ね、関西では言うのよ。やっぱサヌキって香川県のことだし、サヌキうどん。そうそう、サヌキうどん。うん、で泡って言ったら泡踊り。徳島の泡踊り。そう、淡路島の泡。淡路島の泡。そう。なんだけど、だから女といえば徳島、男といえば香川の方がいいよっていうようなね、東男に京女みたいなのも、まあ、古い言葉であったりとかするから、で、あ、もうそのまんまじゃんと思ったわけ。カタカムナはサヌキアワを理解できないと理解できないっていうふうに言われてたから、で、もう最初から私はね、そこから結婚相手見つかって結婚して子供を産んだりとかしてるわけだから、へえ、うん、そうなのよ。先にサヌキアワを知ってたから。そうなんだ。そうなんですよ。で、なんか実験してみてすごくね、なんか何の実験したの？結婚とか育児とか、ね、それでうまくいくのかなとかね、で3人とも水中出産してるわけ、私ね、で水中出産がなんか理にかなってるとかっていうのも、やっぱりカタカムナ的に考えて、まあ、自然の理に沿ってる、断りに沿ってるなっていうことで、そう、それも実験してみたし、だから病院に産んでないからね、比較はできないんだけど、ものすごく楽だったし、これからって人が一人目からってすごい勇気じゃない？そうなんだ。だから私の出産、そう、私の世代で一人目から水中出産っていうの多分ね、珍しいよね。でも2%ぐらい、ラッキーだね、そのラッキーもカタカムナのおかげだと思うし、で心理学で言うとさ、男性性がこう女性性がこうっていう風に説明したくなっちゃうんだけど、いかにも西洋から輸入されて翻訳されたものっていう響きなんですよ、うん、そうだよね、実際そうですね、心理学ってね、ね、だし、ただサヌキっていうと、サを抜きたいんだってことが分かる。サを抜きたい、そう、競争して勝ちたいんだってことが分かる、うん、で槍に抜く力を持ってるから、抜きだから、だから目標設定して最後まで成し遂げるっていう、まあ男性性的な、できる女子はこのサヌキをいっぱい持ってるわけだし、でその貫く力っていうのを持っている、雨の日も風の日もトンネルを掘り続けるとか、コンスタントに動けるってことですよね。でその音の響きで分かりやすいわけ、でアワは発音すると本当わかるんだけど、あーわーって言うと、あーわー口開くじゃん、あーわーだから開いてる器ってことなの。おー、そういうことなんだ。そうで、開いてるから子供が入る。おーね、あわあわってこう包み込むこともできるってことで、でこのあっていうのは始まりのところに本当に丸があるのね、こういう風にあーわってこう書くんだけど、あーでわーなのね、これが、こちらはそう始まりのところから、命の始まりから終わりまでを見とる器っていう風に説明してるんだけど、赤ん坊を取り上げるのは
やっぱりサンバさんで女性顔じゃない、うん、女の人にいてほしいから、この時は、うん、で女の人は平均寿命がまあ長いから、うん、やっぱり看取りとか介護とかもやっぱりすることが多いので、うん、命の始まりから終わりまでを看取る器ってこと。だから需要とか包括っていうのはやっぱり女性性ってね、受け取るとか、そう、受け止める、包み込むとか、そういう感じね。でもうね、日常的に普通に女の人の仕事って泡を使うから、お洗濯とか、そう、お茶碗洗うとかね、で泡はしながら、だからこの泡をなぜ日常的に使うかっていうと、浄化する働きがあるっていう。だ、女性性には浄化する働きがある、うん、もともと、もともとそれは泡っていう言葉の中にもある。そうなの、浄化だって綺麗になるじゃん。今でも毎日お洗濯もお茶碗も、うん、で赤ちゃん洗うのも全部泡を使うじゃないですか、うん、そう、でそれも私も知らなくて、すごい。じゃあ浄化って結構女性的な響きってこと。そう、はあ、いいじゃん。そうなんですよ。でね、その洗い方なんだけど、うん、よく洗顔に例えて話してて、うん、だからちょっとつけてゴシゴシやっちゃダメですよって言われるじゃない、うんうん、本当にこう洗面器に、うん、泡をモコモコモコって、ね、でもそれこんなやってで包み込んで浮かせて浄化するっていうことと、うん、あとね、まあ、それこそ震災経験してるから、うん、石鹸だけあっても絶対浄化はできないんですよ、うん、水がいる、いりますね。だから女性性って水が絶対潤いが必要じゃない？もうないとダメ。そう。まだでもないので、ね、うん、ないとダメだから、うん、ただ女性性と水っていうのはやっぱ切っても切れなくって、うん、でそれも泡の浄化の働きとものすごくこうね、うん、理解ができるなって思ったし、うんうん、で反対にね、このサヌキの音っていうのはね、サはさっき言ったみたいにカタカナのそのまんまなわけ。うんうん、サートキーはそのままです、うんうん、なんだけどヌっていうのが、うん、このさっきの形で言うと最後の8番目のところに丸があるわけ、うん、だから最後までやり抜くってこと、うん、だからあーって思いつくわけね、例えば、うん、女性が、うん、あんなのがいいなって言って、でって言いながら男性は、うん、来る日も来る日も気を運んだり、うん、小三区の空にみたいにこうちっちゃくね、もうこの峠を越えるのが危なくて心配でしょうがないと、息子が無事に帰ってくるかってね。でなのでここにトンネル、これあっちまで通じてたらいいのにって母ちゃんが言って、って言いながら父ちゃんはちょっとずつ掘り進めてくれて、まあね、この世にあまたあるトンネルというのはそのようにできている。だから今現象化して目に見えてるものっていうのはサヌキの愛でできてるんです。今現象化して目に見えてるものっていうのはサヌキの愛でできてる、サヌキの愛でできてる。新幹線が走ってるのも、なんなら原発があるのも、だってもうスイッチポンでできないと、うん、ばあちゃん母ちゃんが大変だっつって、うんうんうん、白物家電がいっぱいできたわけじゃない、うん、でもそのために電力がいっぱい必要ですよ、うん、でじゃあもう村が立ち行くためにも、うん、これを導入しようっていうので、うん、いっぱい作られて、うん、でもできた結果ね、まあ、いろんな弊害があるから、うん、それですごい怒られちゃってるわけ、おじいちゃんたちは、うん、なので、まあ、それをね、うん、一方的に責めても仕方がないから、うん、そこは包み込んで浮かせて浄化するということをもって、まあ、この女性性の時代に入っていくわけじゃないですか、うん、水亀さんの時代って、うん、でここをなるべくソフトランディングにしたよ、うん、だからサヌキにサヌキで持ってっても、うん、で理論と理論とかでもやっぱり喧嘩になっちゃうから、うん、これ夫婦喧嘩でも一緒なんですよね、うん、正しいってことで、まあ、合わせていけるわけではないから、うん、ことを合わせて運んでいくっていうのが泡の働き、うん、っていうような風に説明してる。なるほどね。だからパートナーシップにしても何にしても、その女性性の方を意識して、うん、はい、いかに流していけるか、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。で、まあ、一本の樹木に例えてね、うん、これいつも説明させていただいてるんだけども、見えるかな、なんか、樹木でいうとね、うん、私たちの目に見える現象界というのは土から上の部分だけじゃないですか、うん、だからこれがもう現象化してしまったものとしてサヌキとして捉えるんですね。上がサヌキね。そう。で、この地中の部分っていうのが泡の部分、うん、だから女性性がこれだって聞いた時に、うん、まあ、陰と陽みたいな、そうそうそう、うん、陰と陽みたいな感じで表には出ない、うん、本来はね、裏みたいな、
そうなんですよ。 でも女性の中にも男性性強い人も当然ね、うん、こうね表現できる人もいるわけだから、うん、まあパーセンテージグラデーションで人によって、ね、個人の中ではあるけれど、そうそう成り立ってるんだけれども、うん、でもこの泡ここを切り離すと泡の役割が分かりやすいから、うん、でこう切り株みたいに切ってもらうじゃない、うん、で土から上っていうのはやっぱり数日すると枯れちゃうんだけれども、うん、でも根っこっていうのはそれこそしぶとくて、うん、もう雪が積もろうが台風来ようが生き続けることができる、うん、でそれは自分で水と栄養を吸収することができるっていう違いが、まあ現在とわかるじゃないですか、うん、でそれは生命力の強さっていうことを言っていて、うん、私このさぬきあわの話を通じて、うん、まあ、全女性に知っていただきたい、もしくは、うん、泡男さんっていうんだけど、うん、まあ、日本には多くいらっしゃる繊細な優しい男性の方ね、うんうん、でこの泡の方に生命力があるってことを知ってほしいんですよ、うん、でその人たちが今までの時代は割と辛い思いをしたっていうのはね、まあ、過去性とか、ね、強い人の方が前に出てきちゃうから、うん、ついついちょっとこう脇に行ってしまう感じの、そうそう、力の原理でね、うん、なんか植民地になっちゃったりとか、うん、なんか虐げられたりとかあったかもしれないんだけど、うん、まあいよいよ出てくるっていう時になって、うん、2万年以上ぐらいね、うん、その女性性的な社会の運営ってされてないわけ、今までね、今までまあね、うん、星の巡りとかでもそうですよね、うん、でそうするとなどうやるんだっけって忘れちゃってるから、うんうん、だから泡の中に本質的な生命力っていうものがあるんですよっていうのを、まあ、自覚を取り戻していただくっていうのが、うん、伝えていきたいことだよね。そう、そう、私なんだって、うん、だから泡がなかったら、うん、生命がないし、そうなんです、寒気もないし、だからこれで言うと、うん、泡がなかったら上の木もなくなっちゃうし、うん、上の木は切ったら枯れてなくなっていっちゃうけど、うん、泡があるからこそ、うん、この地球も存在するし宇宙も何なら存在しちゃうみたいな、そうそうそう、だから泡が基本。そうなんかね、私専業主婦を16年ぐらいやってたわけですよ、3人育ててるから、うん、で私何もしてないんですってよくね、自己紹介言いますよ、言うでしょ、女の人って言うのよ、うでよくよく見るとその人がねお腹大きかったりするわけ、うん、いやいや待ってくださいよと、うん、今猛烈に細胞分裂してますよって、してますよ、腎機能とか100倍で働いてるんですよ、うん、ね、何もしてないとは何事ですかって、うんうん、で命の断りで測るとそうなるんだけれども、うん、今までのさぬきの原理で男性性的な見えかかりが大切にされてた部分では、差を抜くから競争して勝った人にしかスポットライト当たらないみたいなね、うん、そうなんですよ、そうするとやっぱり自分の価値を収入の高で測っちゃう、うん、でも命にとって大切なことをしてるっていう自覚が歴史的に持って、うん、これまでなかった、ちょっと忘れちゃってるから思い出してほしい、うん、それをカタカムナでは、うん、ものすごくこう強調して伝えているってことですよね。そうね、うん、女の人たちが学ぶべきものっていうことにされていたっていうこともそうだし、で泡は命の方向性を示すって言われてるんですよ、命の方向性を示す、そう、うん、でどういうことかなと思ったんだけど、私ネイティブアメリカンの人たちとか、うん、カナダの先住民の人たちとかも、うん、やっぱり通訳とかご縁があったりとかして、うん、教えてもらったのは、うん、やっぱり7代先のことを考えて物事を決めるとか言うじゃないですか、はい、でそれと同じことだなと思った、うん、命の方向性であればこれは次に無事に引き継げることだってことなんですよね、うん、でそれは私は知ってるんだっていうことを思い出してもらいたい、うん、でいわゆる繊細さんとか、うん、感受性が豊かであったりとか、うん、スピリチュアルであったりとか、うん、ただカタカムナは、うん、この土壌に根ざしているものだから、うん、強烈にグラウンディングさせてくれるんですよ、うん、だからカタカムナはスピリチュアルに神秘的に扱っちゃダメだっていうことを、まあ、すごく戒められてきたものだから、うん、今の世の中が来るまでは表に出ちゃダメだってことだったんだけど、うんうん、でも大事なのは感覚的に感受性が豊かな人ほどしっかりグラウンディングしてほしいと、うん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 、でそれはもう今話してる言語であって、うん、今住んである国土であってっていうことがものすごく大事だと思っているので、うんうん、しかもその中でも女性なんですよ、うんうん、女性性でこの自分がここにいるから、まあ、例えば私だったら専業主婦してたけど社会的には何もしてないんだけど、うん、私の供給する電気によって例えば家族が元気でいられるっていう自覚が持てたっていうことがものすごい大事だった、うん、
で、カタカナ知らなかったら、うん、その通りが入ってないから、うん、もう何にもやってないって、うん、自分のことをね、小さく扱ってたかもしれないので、うん、もしね、そういう方がいらっしゃったら、うん、自信持ってほしいなと思って。そうですね。自信を持つためにも、ぜひこの音を唱えるっていうのもいいかもしれないですね。うん、だからね、あーわーって言うと、うん、この顎関節が開くわけ ね、うん、ね。で、こう口が開くのと、やっぱりリラックス当然できるんですよ。うん、で、あのカタカナはそのインスピレーション、直感を受け取るために鎖骨が水平であることが大事とかね、いろんな知恵が詰まってそういうのも書いてある。すごいね。体を整えることも、うん、食を整えることも、で、もちろん食の栄養とともに、うん、性の栄養ってことが語られてるから、うん、だから命にとって大事なことは、うん、まあ子孫を残すってことでもあるし、うん、で子孫をまあ、真っ当に残すためにはもちろん夫婦円満っていうのがすごく大事だし、うん、もう一番生き物としての根本なことをやっぱり1万年以上も前にね大事に残してくれたんだなと思うわけですよ。すごい。で、解読されたのは戦後だったり、うん、で見つかったのが兵庫県の六甲山だったりとかするんだけれども、うん、でも今こんだけねたくさんの方に知ってもらえる時が来たってことは、うん、今まさにね世に出るタイミングが来たということで必要なんだと思います、ね、この女性性の時代にこそ、うんカタカムナをぜひみんなに知ってもらいたいです ね、 ねなんか何が大事で何は大事じゃないかっていうこともすごく大事だと思ってます、うんはあうん、ありがとうございましたありがとうございましたもキリがないもっと聞きたいんですけど、はい、ここら辺にしておきましょうか、はい、では今日の動画面白いなと思った方は高評価いいねとチャンネル登録とシェアの方よろしくお願いしますありがとうございました